ってことで今日からね、なんかイベントが来てまして、イースターを楽しもう進化前のポケモンが大量発生中ということで、なんか、まあ、ベビーポケモンがね、まあ、大量発生で出るらしいんですけど、この特別な大量発生では元気の証を持った元気いっぱいのポケモンたちと普段より出会いやすくなってるそうです。ということで、まあ、なんかね、まあ、元気な証というね、まあ、感情証がね、まあ、どうやら今出やすいらしい。しかもね、まあ、私のね一番好きなポケモンはね、まあ、エリキブルなんですけど、まあ、なんとね、まあ、その進化前のエリキッドがねいるということで、まあ、今回はね、まあ、こちらの元気の証を持ったねエリキッドを狙っていこうかなと思います。ちょっとさすがに、まあ、元気な証はともかく一体はいるじゃん、見つけてるぞ普通に。あ、わかった、これ出すか。ちょっとエリキッドどこにいる。いった。だからえい、はあ、あーまあ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 、あーいやまあうーんこれ、お前どう、お前どう、お前、あ、ミスった。あ、こいつどう。あ、違った、羽さんは伝説色違いで沼ったことはあるんですかね。ないんじゃない分からんけど、まあどっからがね、まあ沼ってるかは分かんないけどさ、まあとりあえず俺はね、あの確率以内に出ればね、まあ沼ってないとは思ってて、まあ、そう考えたらね、まああのダイパの伝説の源泉ってさ、あの確率が4096分の1じゃん。まあ私ね、まあ4回、まあ4回っつかね、まあ4体か、そう、DR がミュウツーレッグザーで、あと4をね、まあ、厳選したんですけど、こん、あ、来た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 。やべ、今日の俺の厳選効率が悪い、若干。そっ、待って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 、なかなかやるじゃねえか。待って、来た、よっしゃ。そう、どれもね、まあ3000回以内に出てるはず。あ、ミュウツーは確かなんか3300回ぐらいか。で、そう、レッグーザが2500回ぐらいで、ディアルガが1100回ぐらいなんか多分。あ、来たわ。めっちゃわかりやすい。あー、それ助かるな。うん。これ並んでくれるの助かるね。1コロよ、こんなの。こんなん1コロよだ。オッケー。まあこれ証があったら激アツよ。どうでしょうか。プシュー。お、いいんすか、いきなり、いきなりいいんすか。せーの、おおやったー、きた、やっぱな、エリキッドなんすよ。分かってるね、君。うん、君分かってるね。あ、さ、もうちょっと、あっちー、まあ、サイズも見に行くか。じゃあよう引いたね。まあさすがに最大ではねえか、デカデカついてるけど。おう、まあまあさすがにか。まあてことでね、まあ誕生日といえば、まあ去年もやりましたけどね、まあ運命証厳選をやろうかなと思います。はい、懐かしいね。この演出を見るのも 1年ぶりですね。いや、早えな、もう1年かよ、とんでもねえな。全然待ってくんね。全然、こいつ全然待ってくんね、畜生。おめえ覚えとけ、俺の誕生日。もうじゃあ。お、来た。だけどなんだこの場所。よーし、ちょっとやるか、じゃあここでな。まあ今日はね、
と運命明かし色違い、まあ、運命明かしエリブがね、まあ、出るまでやる予定なんですけど、そういつ出るかわかんねえんだよな。これが厳選の難しいところ。いきます。よっしゃー、よし。レギュージーってどんなルールなんですか。確か伝説一体解禁じゃないの、一体っつうか伝説解禁するけど、いや雑誌アン関係はね正直怖いと思ってる。正直ね、来んのかな、だいぶ弱体化したぜ雑誌。いやでも、おお来たー、さあさあ一体目でございます。本日一体の色違いエレブでございます。よろしくお願いします。やっと会えたよお前に、久しいな。まあ男はモンスターボールよ、男はモンスターボールでいくんや。さてと、さあまずは証があるかどうか、せーの、よーあれ終わるのか、終わるのか、早くも終わってしまうのか。あー終わった、あーなるほど、なるほど、やっぱ運命共同体ってことか。